臨時情報の発表を受けて県内ではこんなことも。こちら高知市内のドラッグストアです。普段はこの高さまでケースの水がたくさん並んでいるんですが、今は在庫がない状態です。淀屋ドラッグ高知一区店では臨時情報発表の前後、昨日午後7時ごろから水を買い求める人が増え、数時間で在庫が底をつきました。今日入荷分の水2リットル6本入り10ケースも開店して15分ほどで完売しました。ここまでなくなることは、過去僕の方では見たことがなかったかなとは、はい、思います。入荷日に関しましては未定になっております。在庫がないのは水だけではありません。家の方はちょっとオール電化なんで、もし電気とかが止まってしまったらと思って、カセットコンロ用のガスボンベを買いに来たんですけど、もう売り切れてるって言われました。この店ではガスボンベの他にもレトルトパックのご飯などが品薄となっていますが、カップ麺などは在庫に余裕があるということです。店は売り切れの商品はできるだけ早く入荷できるよう努力しているとしています。